ホーミーズ。はいどうもホーミーズのルカと一番旬です。よろしくお願いします。僕らの目標は何でしたか？東北のナンバーワン YouTuber。 間違いない。でそのためには数多くのね YouTuber をどんどん超えていかなきゃいけないわけですけども。超えていくよ、もちろん。宮城のナンバーワン YouTuber がここにいるっていうね情報をゲットしたから、ちょっと乗り込んでいこうと。そうで、どうやらその YouTuber はめちゃめちゃ体格がでかくて、怖えなじゃねえな。もう一発だよ、一発。もうワンパン、ワンパン。そしてさらに、うん、めちゃめちゃ歌がうまいらしい。なんだと、強敵だな。でどうやらその YouTuber はお蕎麦屋さんの店長をしてるらしい。なるほど。 YouTube やりながら蕎麦売ってるらしい。なんだって。いや蕎麦の味美味しいのかな。言うて俺らでもいけそうだよ、ね。うん、全然いけるよ。で蕎麦の平らげて軽くペロリと。味でもしに。でも店長にちょっと一言ズバッと宣戦布告して、ナンバーワンって意気がってたらね、後ろからボン行かれちゃうよ、ボン行かれちゃうよ、トップの座そのうち取っちゃうよっていうことね。ちょっと教えれれば。行きますか。行きましょう。はい、ホーミーズ。ポンポン。これがメニューだから。うん、まあ見た目はね、いくらでもね、美味しそうにできるから。味だから味。ということで、ということで、乾杯、乾杯。がっつりまかないのそばセット。うまそうじゃないか。これが店長おすすめって書いてるんですよ。なるほど。やっぱおすすめするってことはいかほどのものかっていうのがね。そうだ。ちょっと試してやろうじゃないか。店の雰囲気は、うん、結構、まあ、悪くないんじゃないか。悪くない。まあ、いいね。いいな。何見つけたの？ちょっとカメラ行って、カメラ行って。スクコマ。どうやらこれが噂の YouTuber。 噂の YouTuber 割と聞く名前じゃない。はい、はい、ということでですね、はい、今回は、はい、宮城トップ YouTuber のタスクコマさんの蕎麦屋さんに来てみました。めちゃめちゃ美味しかったな。そしてめっちゃ噛みたいよ。もう本当に超優しい。あのしかもホーミーズの動画も見ていただけてる。見ました。噛んだね。ドライブスルーでも噛んでた。ドライブスルーめっちゃ見られてる。噛んでたよね。やばい、これはもうちょっと YouTuber しかないということで、はい、タスクコマさんのチャンネル概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。でお蕎麦屋さんこちらですね、ここに貼っておきます。ぜひみんな来てください。もうね、お願いします。絶対損はしない。10割そばってことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。うわ、緊張した。緊張した。オーラがやばい。やばいね。でもなんかデコピンで殺されそうな。マジで。でもね、心がね、超優しかったね。めちゃめちゃ優しかったね。最後にあの君たちにってちょっと手紙みたいなのもらったの。優待券。めっちゃ優しいやん。また来る。